アイン食品株式会社とは、大阪府泉市に本社を置く食品メーカーである。創業者の松岡一郎は、幼い頃から、故郷の香川県で、祖父、松岡留吉が営んでいたさぬきうどんの専門店の味で育ったという。天然素材だけで作ったうどんだしは、残さず、最後まで飲み切れるほどの味わい深いものだったという。その本物のだしを商品化して、 多くの人々に届けたい。という思いから、1977年に大阪市住之江区で創業。以来、業務用の調味料で順調に売り上げを伸ばしてきた。そして、創業から8年後の1985年には、それまでの個人経営から、法人経営に改められた。現在の所在地である大阪府泉市のテクノステージ泉に本社を移転したのは、 2003年である。日本テレビ制作の思いっきりいい。テレビやテレビ、大阪制作のニュースビズ、NHK 大阪放送局制作のビジネス新伝説ルソンの都合など、これまで関西地方において繰り返し自社の商品がテレビ番組で紹介されている。こうしたこともあり、愛食品では将来の目標である株式上場を目指して、 日夜商品の改良に努めている。また、同社には関西サッカーリーグに所属するアイン食品サッカー部というサッカークラブがあり、こちらの方も知名度が高い。アイン、アインとはドイツ語で一番という意味がある。また、会長の名前は一郎であり、愛情の愛でもあり、顧客のことを第一に考えた企業という意味でこの名称になったという。 郵便番号594-1144大阪府、泉市、テクノステージ1丁目1番1号、郵便番号162-0846東京都、新宿区、市ヶ谷佐内町21番地、市谷佐内酒ビル郵便番号812-0054、福岡県福岡市東区前田市5丁目17番27号、郵便番号559-0031大阪市、 住野駅南港東4丁目8番13号他にも多くの調味料のラインナップがある。ありがとうございます。